はい。今回は、フワちゃんやっていきましょう。 こちら、芸人のやすこに、お前は偉くないので、〇〇してください。予選敗退でーす。っていう風にですね、誹謗中傷してしまい、世間をにぎわせているフワちゃん。早速、無事にラジオの仕事がなくなりまして、フワちゃんのことが嫌いな先輩芸人からも、フワちゃんの迷惑行為を暴露されて、なかなか面白い展開になっていますので、紹介していきたいと思います。まさにですね、ざまー, <laughs> ー,ーっていうですね、ざ、え、まー、ふわちゃんざまーっていうですね、そんな状況 状態になっております、えー、まずですね、こちら、ラジオの仕事が早速なくなってしまった件について見ていきましょう。えー、日本放送で毎週月曜深夜3時にですね、フワちゃんのオールナイトニッポンっていうですね、こういう番組をやっているんですけども、えー、休止の案内が出ました。えー、こちらちょっとポストを紹介します。今夜27時から放送予定ののちゃんのオールナイト日本は 昨日 SNS にてパーソナリティによる不適切な投稿が確認できたため休止いたします。 今夜27時からは、オールナイトニッポン、ミュージックスポーツスペシャルをお送りします。っていうのでですね。もう、あの、不適切な投稿にですね、これ、触れていることからもですね、一回休む程度のレベルではなくって、これ、しばらく休止、そのまま番組終了してしまうんじゃないかな、というふうに予想しています。まあ、何か用事でですね、これ、休止してるわけではないわけですよね。もう確実にこれなんですよ。確実にあのポストが原因で、これ、もう番組休止っていうふうにしているわけなので、 世間からもですね、かなり嫌悪感を抱かれているっていうことが今回明らかになったので、復帰は難しいんじゃないかなというふうに思います。まあコメント欄を見てもですね、このコメント欄見てもですね、もうこのまま終了しろっていうですね、番組終了してくださいとかですね、もうこ,こういう声が多いんですよね。復帰してくださいってないんですよ。まあ楽しみにしていたファンの皆さんもショックですねぐらいは書かれてますけど、このまま終了が当たり前だーつってですね、いやもう終わるんじゃないかなというふうに思いますけどね。 うん、この方もですね、番組終了でよろしいかと、番組終了でしょうね、つってですね、もうみんな終了だ、終了だ、つって言って,言ってるわけですよね。まあこういう声がですね、やっぱりこのオーナーの方ですよね、この SNS のオーナーの方が見るとですね、いやーちょっと復帰難しいんじゃないかな、というふうにやっぱ感じてしまうわけなので、こういうですね、やっぱり世間の反応っていうのは重要なんじゃないかな、というふうに思います。まあ番組関係者も終わらさざるを得ない状況なんじゃないかな、というふうに想像しております。まあスタッフなどにですね、 ね、これ、慕われてたら復帰あるかもしれませんけども、いやー、ないでしょうね。<laughs> ないんじゃないかなと思っております、えー。こちら、フワちゃんからもですね、この、えー、先ほどのポストを引用ポストしてですね、えー、報告がされております、えー。昨日の私の不適切な投稿により、本日のラジオは休止となりました。 私自身の投稿で、ご本人はもちろん、投稿を見た方々を深く傷つけてしまったことを、心から後悔しています。本当に申し訳ありませんでしたー、つってですね。えー、このようなポストがされています。あれ普段、タメ口しか使えないフワちゃんが、なぜか敬語を使ってるぞー、つってですね。あれこれ、いや、なんか、 アインシュタインの稲田に、これなんか乗っ取られてるんじゃないかーって <laughs>。誰かに乗っ取られてんじゃないかーっていうふうに思いますよね。あれ敬語を使うってなんかフワちゃんらしくないぞもしかしたらこれはやっぱり乗っ取りかもしれません。 で今回ですねこれフワちゃんがしっかりと反省してですね皆さんに謝罪をしていればですねまだ復帰あるかもしれないですけどもこれですね反省してないんですよね、えー、あの問題発言の後もですね堂々と SNS を投稿していたようですえー、まずはですねこちらのポストを紹介しますふわ、えー、ちゃんが暴言をしたのが14時でこのストーリー今からちょっと紹介するストーリーは20時頃に上げていましたとで謝罪は23時にしておりましたというのでですねふわ、えー、ちゃんは暴言であることに 気づかず夏休み満喫中してたのかなこの後事態のヤバさに気づいたのか周りに言われたのかして謝罪したんだね でも、そんな人に謝ってもらってもね、っていうふうにですね。まあ、このようなポストがされてるんですけども、まあ、この14時から20時はですね、一切反省してなかったわけですよね。ちょっと悪いポストしてしまったかな、っていうですね、そういう思いが全くなかったってことですよね。あまりにも世間の声が大きかった。まあ、もしくは、あとはですね、ちょっと番組終了するとか、そういう話がちらほらですね、出始めたので、ちょっと焦ってこれ23時に。いやー、これ謝罪したんじゃないかな、っていうふうにも見えますけどね。 うんこういうふうにですね、夏,夏休みだというふうにですね、シンクロナイズド、シンユングっていうふうにですね、なんかこんな、まあ、海でなんか写真撮ってますけども、まあこういうふざけた写真をですね、えー、暴言吐いた後に投稿してるわけですよね。 いやー、やっぱり反省してないでしょっていうところですよね。これだけふざけてて反省もしてないわけですから、余計やっぱり復帰無理ですし、他の仕事もどんどんなくなるんじゃないかなというふうに思います。一個なくなったので、じゃあうちもなくそうっていうですね、そういう動きになっていくと思うんですよね。他の番組が、 まあ、休止にしなければですね、ほまあそ、その他の番組が、まあ、うちも、うちもじゃあ休止にしなくていいかっていうふうに思ってしまうと思うんですけども、多分、一個休止になると、どん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 ドミノ倒し形式にですね、休止になっていくと思うんですよね。他が休止にしてるから、ちょっとうち立てかれないように、うちもじゃあ休止で合わせようってですね、絶対そうなっていくので、まあ、どん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 今後ですね、仕事なくなっていくんじゃないかなというふうに思います。 で、少しですね、ちょっと余談ですけども、このリンクですね、これなんか見覚えがありますよね。TKZWGRS っていうですね、滝沢ガレスっていうですね、滝沢ガレスのリンクじゃんっていうですね、あれリンクがあるのになんで開かないんだっていうですね、このリンクをですね、クリックしてみますと、 こちら。このアカウントの所有者は、ポストを表示できるアカウントを制限しているため、このポストを表示できませんっていうふうにですね、えー、滝沢ガレスさん、ブロック解除お願いしますっていうふうにですね、えー、これ、僕ですね、滝沢ガレスさんにブロックされてるので、滝沢ガレスさんのポスト見れないんですよね。<laughs> いやー,ー、そろそろオープンにしていただきたいな、というふうに思いますけども、滝沢ガレスさん、ブロック解除お願いしますっていうとこですね。はーい。 え、それからですね、こちら。今回に限らずですね、以前も、スコをディスるポストをされていたようです。まあ、こういうのを残してるところからもですね、反省してないなっていうふうに思ってしまいますよね。えー、さっき、スコに01の時、いつも大変なロケ行ってくれて、ありがとねって言ったら、いえいえ、フワさんこそ、いつもすごい元気でいてくれて、ありがとうございますって言われたけど、あいつ、マジでフローのみで会話してるよなっていうふうにですね、まあ、こういう暴言を吐いていました。 普段からこういうふうにやっぱ定期的にいじめてたんじゃないかなというふうに思います。まあ、フワちゃんってですね、嫌いな人に対する態度が表に出そうじゃないですか。まあ、このタイプ隠せないと思うんですよね。まあ、だからこそ傷つけることっていうのをたくさんしてたんじゃないかなというふうにも見えてしまいます。いやー、このポスト消え、消してないっていうのがですね、もう反省してないですよ、こいつ。とりあえず仕事休止になったから、謝罪、ポストで謝罪してるだけですよ。 で続いてはですね、こちら、えー、芸人のネルソンズの青山さんがですね、過去にフワちゃんに関するヤバすぎるエピソードを紹介していたことが、この今ですね、話題になっています。えー、それがですね、こちらの動画になります。えー、千原ジュニアさんのですね、えー、YouTube のチャンネルになるんですけども、まあ、そこに登場したですね、青山さんが、えー、フワちゃんについて語っています、えー。これですね、飛行機の中でのお話になるんですけども、JAL のですね、J クラス、まあ普通の座席よりですね、少しいい座席に座っている、えー東横 キッズみたいなですね家出少女みたいなそんな女性がですね、えー、前の席に座っていたそうです で飛行機がですすね離陸する時に普通はシートトベルトを締めて座席もですね、この家出少女みたいな女はですね、飛行機が飛ぶ前からリクライニングをガンと倒していたそうで、それを注意されてもですね、もう寝たふりをして無視をされていたそうです。よくですね、飛行機の機内で問題を起こすやついますけども、こういうやつはですね、どん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 動き出す前にですね、もう下ろしていった方がいいんじゃないかなと思いますけども、 まあこ,のこの家出少女みたいな女もですね、この時もう追い出すべきだったんじゃないかなと、あともう出禁にするべきですよね。今後一切 JAL を利用できないようにするって、やればよかったんじゃないかなというふうに思いますけどね。まあ JAL と ANA が拒否すればですね、もう仕事なくなってしまいますので <laughs>、必然的に地方のロケできなくなってしまいますので、いやもうこの2社はですね、少なくともこの2社はもう出禁にした方がいいんじゃないかなと思いますね。 で、結局ですね、この家出少女みたいな女ですね、ずっと寝たふりをしていたので、CA さんがですね、3人がかりで座席を起こして出発したそうなんですけども、CA さんにとってはですね、大迷惑ですよね。まあ、ベルトはですね、つけてなかったとは言ってないんですけども、CA さんが2人がかりでベルトをつけていたっていうですね、そういうお話をされているので、おそらくですね、まあ、ベルトもつけていなかったんでしょう。まあ、ベルトまでですね、CA さんにつけさせる。 もうこの時点でですねやっぱり出禁レベルの迷惑客ですよ、でそしてですね着陸の時ももちろんリクライニングを戻す必要があります、またですねこの家出少女の女女ですね家出少女みたいな女、ですねリクライニングを倒していたそうなんですけどもまた CA さんが注意をしても無視、で再度、ですねまた今回も着陸の時も CA さんが3人がかりで椅子を直して、えー、無事に着陸をされたそうです。 で、これですね、まあ、本当に寝てたんじゃないかっていうふうに思われるかもしれないですけども、この時ですね、着陸した瞬間、この家出少女みたいな女、すぐ立ってすぐ出て行ったそうなので、まあ寝てたんじゃないんですよ。<laughs> 普通に起きてたんですよ。わざと無視してたんですよ。でなければ、まあ飛行機が着陸してみんなが出る時にですね、遅れるはずじゃないですか。 そのまま寝るはずだってずーっと機内で寝てたのにですねその時だけ一すぐにパッと起きてすぐパッと出れるわけないじゃないですかまあ、無視してたわけですよねまあ、本当はとんでもないやつですよ人としてはですねちょっと性格もやばいですこれまあ、タメ口とかキャラでこういうことやってるっていうふうに思われてますけども人としてこういうところもですねやっぱり性格とかやばいですし常識もないわけですよね こんな企業に迷惑をかけるようなやつが企業のイメージキャラクターで起用されてるっていうですね、そういうところもやっぱおかしいですよね。Google もですね、これ仕事をそろそろ打ち切った方がいいんじゃないかなと思いますけどね。 で、ちなみにですね、このネルソンズ青山さんはですね、えー、フワちゃん、このタメ口で話しかけてくるから嫌いだそうです。<laughs> で、嫌いだから、フワちゃんのことをですね、ふわ、ふわっていう風にですね、えー、呼ばれていました。まあ、同じようにですね、えー、思っている業界の人多いんじゃないかなという風に思いますので、まあ、フワちゃんがですね、こうやって炎上してもですね、で、仕事がなくなってもですね、かばってくれる人ってなかなかいないんじゃないかなという風に思いますよね。まあ、差し払ぐらいじゃないかなという感じですね。 え皆さんですね、今回、炎上してしまったフワちゃん、早速、ラジオの仕事が休止となりまして、さらにですね、ネルソンズ青山さんからはですね、航空業界では迷惑客だったっていうですね、そんなお話を暴露されてしまいましたけども、皆さんですね、このようなフワちゃんについて、どのようなご意見をお持ちでしょうか。皆さんのご意見についてもですね、ぜひコメント欄でコメントいただけると。 嬉しいです。えー、それからですね、今後もこういった興味深いニュースがあればですね、どんどんお話ししていきたいと思いますので、ぜひですね、チャンネル登録の方もお願いします。えー、それからですね、こちら、X もやっています。動画にできないようなちょっとした小ネタなんかをこちらの X の方でつぶやいておりますので、動画をご覧になった後ですね、X のフォローの方もお願いします。はい、今回の動画はここまでになります。それではまた。次の動画で。